フレッド・オーレン・レイは、アメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、俳優、撮影監督。ホラー、SF、アクション、アドベンチャー、ソフトコア、クライムなど、多彩なジャンルの低中予算映画で、プロデューサー、監督、脚本家を務めた。またファミリー向けの映画もわずかながら制作した。フレッド・オーレン・レイは、 ファビュラス・フレディ・バレンタインというリングネームを持つプロレスラーでもある。配偶者は彼の多くの映画作品でプロデューサーとして協力しているキンバリー英霊である。オハイオ州で生まれ、フロリダ州で育った。高貴な家系の出身であり、エリザベス女王と登園にあたると主張している。1978年、監督、プロデューサーとして映画界にデビュー。フロリダで、 伝説的俳優バスタークラブを主演に据えた、エイリアンデッドなど数本の映画を監督した後、より映画産業に近い南カリフォルニアへ拠点を移した。初期の作品の多くは、未だ低予算映画の需要が豊富だった。ドライブインシアターや都心部のグラインドハウスで公開された。映画館で公開された作品もある。しかし近年では大部分の彼の映画は、直接、 DVDBD で販売されるか、ショータイムシネマックス HBO などのケーブルテレビで公開されている。100本以上の映画を監督し、2014年現在も精力的に活動している。例は自身の作品や過去の名作をリリースするレトロメディアの代表である。また他の有名な独立系スタジオや稀にメジャーなハリウッドスタジオでも仕事をした。ザニューポバティーロー。 インディペンデントフィルムエーカーズアズディストリブヤターズという書籍を執筆1991年に出版された。フレッド・オーレンレイは多くの別名義を使用している。そのいくつかは過去に B 級映画監督サムニューフィールドによって使用されたものである。ありがとうございます。